エムド F40PH は1976年に登場した GM、MM、m ド製の旅客用ディーゼル機関車である。アムトラック、ビア鉄道のほか、メトラなど北アメリカ各地の通勤鉄道に導入された。メトラの F40PH- に無動力制御荷物車1976年に生産を開始し、製造は当初のアメリカ合衆国向けが GM、MM、m ド カナダ向けが GMD の工場で行われた。1988年からはモリソンヌード線とその後継となるモーティブパワー車が生産に加わっている。アムトラックでは当初単中距離列車向けに導入された。後に大陸横断の長距離列車にも使用されるようになり、部長が続く SDP40 回の置き換えも行い、アムトラックを代表する。 万能機関車となった。長距離用では他にカナダのビア鉄道が導入している。通勤鉄道ではメトラの前身、シカゴの地域交通公社が最初に導入した。以後はアボタ、カルトレイン、コートランジット、NJ トランジットの各鉄道でも導入されている。アムトラックでは1990年代より後継の GC ジェネシスへの置き換えが開始され、2001年に 運用を終了した。一部は、プッシュプル運転用の無動力の制御に持つ車及び、アムトラックカスケーズのタルゴ編成に用いる制御車に転用されている。各通勤鉄道及びカナダビア鉄道では2017年、現在も引き続き使用されている。軸配置 BB で、二軸台車をおにき備えた四道軸機である。車体は運転室と機関室を車服いっぱいにまで広げた。 カウルユニットの形状を採用している。貨物機の GP40 から2をベースに設計されており、機関は V 型16気筒の M 度 C645E3 ディーゼルエンジンを搭載する。出力は当初分が3000馬力で、1985年以降の増備車では最高で3200馬力に向上している。最高速度は標準で時速103マイル。 高速対応車で時速110マイルとなっている。ありがとうございます。